音楽の革命に明け暮れたマイルス・デイビス。破壊の神と化したジャズの帝王は突如その姿を消す。突然の引退劇。マイルスは過去の伝説になろうとしていた。その時、帝王は姿を全く変えて戻ってきた。停滞を拒み続けた帝王のフィナーレに迫る。鮮やかな美しい引退劇というのは女優とアスリートの専売特許かもしれません。マイルス・デイビスの引退劇は、非常に悪い噂ばかりに包まれました。いわく彼は麻薬の売人にもう身を落としてしまっている。いわく彼はもう発狂してしまっている。いわく彼はもう死んでしまって、マンションの中でミイラ化している。そういった噂が絶えませんでした。一方で、今まで我々が聞いたことないようなものすごい新しい音楽を準備しているに違いない、今年こそ復活するに違いないという噂も飛び交い、マイルスの伝説は沈黙によってさらに大きくなったと言えます。第4回最終回の今夜はマイルス・デイビスの人生のフィナーレである復活劇、そして復活後の10年を振り返ることでマイルス・デイビスの人生が我々にとってどういう意味を持つのかということを考えてみたいと思います。1981年マイルス復帰の噂がニューヨークを駆け巡った。マイルス・デイビスの復帰がもたらした一つの雰囲気を象徴的に言うならば困惑と衝撃という感じだったと思われます。マイルスがどんな音楽をどんなファッションでどんなオーラによって演奏するのだろうというふうに待ち受けたファンの前に姿を現したマイルス・デイビスはとても54歳とは思えない老け込みようでした。結果としてマイルス・デイビスは最後の死に至るまで復帰から死に至るまでの約10年間というのは精神力で、動いていたというような側面があります。基本的に体もボロボロでした。音楽の内容は非常に70年代とは別の意味で混沌としていて、まだまだ模索のまま見切りでスタートしてしまったようなイメージから、マイルス・デイビスの音楽は、どん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 またもや近代的に形を変え整えていき、それによってマイルス・デイビスの立場というものもジャズ界の帝王というのを超え世界的な著名人、世界的なセレブリティというふうに変わっていきます。奇跡の復活を果たしたマイルスはホワイトハウスをはじめ各国に主賓として招かれ、生きる伝説ともてはやされた。しかしマイルスは
それを嘲笑うかのように新たな音楽へと向かっていった。そして新世代の黒人ポップスターに熱い眼差しを注ぎ、その刺激を自らの音楽に取り込む。マイルスはイカれる帝王と呼ばれた自らのイメージを覆していく。80年代半ば、マイルスはテレビや CM、映画といったメディアに積極的に姿を現す。絵画にも手を伸ばし、貪欲に表現の幅を広げていく。マイルスは周囲が唖然とするほど次々と変貌を重ねる。東京目黒、菊池はマイルスの素顔を知る人物との対面に向かった。場所は復帰後のマイルスが伝説のコンサートを行ったライブハウス。チケットは5万円。バブル期の日本は破格の待遇でマイルスを迎えた。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マイルスバンドに在籍した唯一の日本人、ピアニストのケイ・アカギ。世界ツアーに同行し、2年間にわたり表現者としてのマイルスを目の当たりにしてきた。まあ、マイルスファンのみならずですね、伺いたいことはたくさんあるんですけども、はい、僕も何から聞いていいか、昨日はどうしようかなと思ってたんですけど、まずはそのマイルス・デイビスのバンドから声がかかったって言った時にはどんな気分でしたか？最初はね、はい、断ろうと思ったんです。私、ああそうですか、うん、ということは、はい、もうずっといろんな人のバンドやってましたし、はい、そろそろ自分の音楽やりたいなっていうところだったんですけどね、はい、でもやっぱりこれちょっとマイルズを断ることはできないなと、まあそうですね、これはちょっと後悔するだろうなと思って、はい、僕自身はね、はい、もちろん学生の頃っていうのはもうマイルズ、はい、マイルズしか聞いてなかったし、ああそうですか、はい、だからでも彼自身の最後の10年間っていうのはね、はい、あんまり知らなかったんですよ、はいはいはい、だからマイルズのバンドに入って、はい、ああ彼今こういう音楽やってるんだな、なるほどちょっとびっくりしました、はい、ああ、うん、でもやっぱりずっとマイルスの音楽で育ったっていうことがあって、はい、違和感は全然感じなかったんです。なるほど、ええ、やっぱりマイルス自身はね、はい、その時代は伝統的な意味でのジャズから離れようとしてたと思うんですよね、はい、ずっと実際離れてたと思うんですね、はい、まあそうですね、はい、だから彼自身が聴いてた音楽っていうのはそれこそ、はい、ラップとか、はい、そういうアーバン系の音楽でしたから非常に緻密な
編曲と、はいはい、それからグルーヴの決まりっていうのがあったんですね、はいはいでそれをリハーサルの段階で決めるということがやっぱり彼にとってすごい大事だったんです、はい、なるほど、そういう感じだったのか。たまにマイルスが来た時の気分ってどんな感じでしたか？全員緊張しました。緊張しました、はい今からマイルスが来るとなるとですね、はい、スタッフ一同騒然となって、はい、スタジオを片付け出すんですなるほど、うん、もっと綺麗にしなきゃどうのこうの、はいはいだからでもちろん僕たちもね、はい、ああやばいマイルスが来るって、はいはいはいうん、ちゃんとこの曲を覚えなきゃとかねなるほど、ええ、やっぱりじゃあもうその C の直前まで、メンバースタッフが震え上がってたっていう感じはあって、すごいパワーでしたよ。あ、うん、僕いろんなミュージシャン今まで見てきましたけどね、はい、あそこまでそのオーラのパワーというか、はい、見たことありません。ああそうですか、はい、なるほど。マイルスサウンドっていうのがあるんですよ、はいはいはい、だからマイルスバンドっていうのはね、はい、やっぱり一つのサウンドを持ってるんです、はいはい、それはヒップホップをやろうと、はい、クールをやろうと、はいはい、絶対一つのサウンドがあるんです、はいはいはい、でそのバンドのそのサウンドマイルスのサウンドをマスターするという、はい、それがやっぱり一番大変なことでしたね。あでそれをできるかできないかで結局、はい、続くかクビになるかの違いなんです。なるほど、うん、ただね、はいこれならばマイルズが喜ぶだろうっていうふうに音楽をリハーサルしますよね、はい、そうすると親分絶対怒るんです。ああなるほど、うん、自分たちの、はい、その好きな音楽を作れと、はい、ただしそれがマイルズ自身の中でね自分のサウンドに合ってないとなったらもう大変なことになります、はい、なるほど。だから絶えずね、はい、その緊張関係の中に、ね、生きてました。そうかやっぱり当時のね、はい緊張感っていうのはもうあれは一生忘れませんから、はい でもね、はい、やっぱり楽しかったです。そうです、すごく楽しかったです、はい、音楽の停滞を決して許さなかったマイルス。若い才能を引き入れ絶えず刺激の中に身を置くことで前進を続けていた。晩年のマイルスは音楽とともに服装も華やいでいった。1987年ニューヨークで行われたファッションショー、マイルスは画家のアンディ・ウォーホルとともに登場し世界の注目をさらった。この舞台の主は晩年のマイルスが格別好んだ日本人デザイナー佐藤光信。佐藤は今もパリコレクションに出展するなど世界的な活躍を続けている。マイルスとの出会いは突然の訪問によってもたらされたという。照明もそれショールームだから暗いんですね、はいはいはい、うち薄暗いところ目だけ光っててだからすごいやるエイリアン見たかったで、はいはい、でもう段ボール出して箱入れてたんですけど、はいはい、なんていうのお前は本当になんかその開口一番言いましたよ、今日まで俺のために服を作ってたのかってね。そのどんな気分だったんですかその時は。何言ってんだって感じでしたよ。あその時は何言ってんだ。そのジャズなんか関係ないしマイルスとマノジぐらいしか知らなかったし、はい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 、で実際自分が売れてる時っていろんな人に服は買ってもらってたから別にマイルスが特別な存在ではなかったですね、はいはい、僕の中では。最初はなんだこの野郎ぐらいに思って、その後もうすぐフィッティングですか。いや
感心したことはファッションショーの服をですね、はい、大体サイズを185センチぐらいの身長で作るわけですよ、はいはいはい、マイルスって俺よりちょっとちっこいぐらいですね。だから167ぐらいしかなかったんですよ、ね、だからそれを185センチの服を着ても違和感がなかったのが僕はそれが驚いたですね、はいはいはい、自分の色に染めてるというか服を、はいはいはい、要するにもうサイズがオーバーサイズも気にしなかったって、もうそれだけインパクトが強いってことですね、うん、顔とかそのはいはい、はい、佐藤はその後マイルスと互いの家を行き来するほどの仲となる。マイルスは自分の子供より若い佐藤のセンスを貪欲に学び取ろうとしたという。まあこのマイルスの自伝なんかに出てくる文章でだけ知ってたあれやこれやが山ほど。これは日本来たうちに来た時にお刺身をこう箸で美味しそうに食べる。これはすごいですね、箸の使い方うまかったですか。あ、うまかったですよ、俺はその頃ちょっとフェラーリの紺色乗ってて、はい、それでいいいいって、ね、でその紺色同じ色買ってましたね。めちゃめちゃ影響を与えてるじゃないですか佐藤さん、ニューヨークですよこれ。そうですね、マイルスが亡くなった後もガレージにこのフェラーリがあるって言って、このフェラーリ見に来る人が絶えなかったっていう。あ、そうですか、うん、このフェラーリですね。日本来るといつも美術館連れてくれとか、はい、お前何映画見てんだとか、はい、いつも俺に聞きますよ。だいたいニューヨークでもなんか面白い家具屋あるって教えたらそこ行って、あの俺は上代で買ったんですけど、マイルスはなんか 20% 値引きしてまた買ったみたいですよ家具とか、ね、なるほど、あそのちょっと真似するところとかも可愛いですよね。なんか、うん、やっぱりなんか吸収して真似とか言うんじゃないですね、うん、吸収する感じですか。吸収したいんです。なるほど、ね、欲が強いの、うん、で結果的に同じもの買ってるかもしれないけど、はいはい、吸収したいんですよ、うん、なんか吸収するの早いんじゃないですかこの人、うん、そうですね、自分あと自分で消化していくんじゃないですか。そうですね、どんどん吸収して、本当よく聞かれましたよ、何見てるとか何聞いてるとか、はい、でいつもハウスミュージック聞いてるとか、いつもハウスミュージックのテープ上げてたり。あ、そうですか、ある程度年齢がいく人って、例えばズボンのシルエットも細かったら細いんだけとかもう決まるんですよ、はいはい、形が、はいはいはい、もうあんまりその輪っか出ないですよ、はいはいはい、ところがマイルスは細いズボンだろうが短いズボンだろうが、ね、太いズボンだろうが何でもトライする人ですよ、はいはいはい、音楽のことは分かんないけどいつも前を向いてる人です。何でも何、かしらこう、はい、言葉で表現してないですけど、はいはい、服でもいずれ俺の飽きてくだろうなって自分で感じてます、ね、なるほど、絶対止まってないです。なるほど、斬新なハーモニーのクールジャズ、切ないバラードで牽引したハードバップ、民族音楽にヒントを得たモードジャズ、電子楽器を導入したフュージョン、リズムの革新はクラブミュージックを先駆けた。マイルスの歩みは音楽の歴史を常にリードしてきた。そして晩年のマイルスはなおも変化することをやめなかった。60を過ぎたマイルスを奮い立たせた新たな音楽、それは黒人の若者がストリートで生み出したラップだった。マイルスは帝王の座に安住することを拒み、音楽の先端であることを求め続けた。やっぱりマイルスはポップカルチャーといったものをすごく、はい、注意深く見てた人間だと思うんですよね、はい、だからそれこそエレクトリックマイルスになった、ビッチズブリューになったというところで、はいはい、リズム的にも発想法的にも全然ジャズとは違うものが入ってきてる、はいね、はい、その考え方がずっとあったと思うんですね、はい、だからマイルスは例えば音楽を聴くとなると、はい、当時はジャズなんてもちろん聴かないんですよ、はいはい、ドクロクの新しいラップバンドだとか、はいはい、そういうことを次々に聞いて、はいはい、それで情報を身につけて、はい、だからそういう意味でね、はい、もっと大きい、はい、その包括的な意味で音楽を見てるっていう気したんですね、はい、なるほど。そしてその中で特にアメリカの黒人若者たちはどういうものを聞いているのか、はいはいはい、っていうことを絶えず見失わないということが彼にとってすごく大事だったんじゃないですか、はい、そうですね、
退団されて半年後に亡くなるわけですけど、そうです。亡くなった時に正直ストレートにどんな気分に？僕泣きました。ああそうですか、うん、マイルズが世の中にいてくれてるっていうことってすごく安心感を感じてたんですね、はい、僕自身は、はい、マイルズがいる以上は、はい、音楽そして自分自身をすごくパーソナルな理念にとれば、うん、僕のやってる音楽も、はい、どっか位置づくことがあるだろうと、はいはい、そういうことがあったんですね、はい、やっぱりそのマイルズがその音楽のレファレンスだったという、はい、あくまでも全てマイルズが基準になって、はいはい、その場所が決まるという、はいはい、そういう考えがあったんですね、はい、でマイルズが亡くなってあその親分がいなくなってしまった、うん、結局本当にもう音楽がそれぞれバラバラに個別的に育っていくしかないんだなっていう、はい、なるほど、すごく寂しく思いました。ちょっとそのお話を伺ってるとなんかちょっと父親みたいなイメージが、そうです、その通りです、はい、なるほど。特に僕の世代のジャズミュージシャン、はい、でもちろん菊池さんもそうだと思います、はい、父親なんです、うん、マイルズは。なるほど、うん、だから父親に対して反抗することも、はい、あるいは同じことを、ね、はい、賛同するにして同じことをするにしても結局は父親の存在があるからできるという、はいはい、1991年9月マイルスはこの世を去る。去年65。以上がものすごい高速で、圧縮してお届けしたマイルス・デイビスの人生です。マイルス・デイビスの人生の特徴として全部紹介するには、とてもテレビプログラムや、そういったものでは紹介しきれないだけの密度があるんだということが、お分かりいただけたと思います。こうしたそのマイルス・デイビスの大きな遺産というものはまだまだ、音楽理論的にも、文化論的にも、あらゆる見方から見て、これから研究に値するものだと思います。マイルス・デイビスの謎に満ちた人生はまだまだ大きな謎に包まれているんだということだと思います。そのことを今後も僕は考えていきたいと思っています。晩年のマイルスの言葉で締めくくろう。